ご指導にありがとうございます。久々の婦人会教養講座、婦人会の皆様とともに、こういう教養講座報酬させていただきました。お参詣誠にありがとうございます。今日はこの数日の雨、今日の朝の風、を振り払ってというか、それが穏やかになって素晴らしいお天気になりました。ありがたいなと思います。一方で花粉がもうすごい状態でございまして、私最近腸活もしてるんですけども、なんかいい、菌を入れた方がいいですよということで、小林ご住職に、ご紹介いただきまして、博多興訓寺の、腸内の環境を良くすると花粉が良くなるということなんですが、全く良くなりません。本当にきつい状態でございまして、本当に、もう目が全然開かないような感じです。しかしながらこの花粉の中も、ものともせずに今月も本当に、高知の仏立寺での、ご奉公などもありました。まあその前に婦人会の皆さんには門僧へのご奉公本当にありがとうございました。京高校では何度もご披露させていただいてるんですけども、報酬いただいた西宮高専寺のご住職からお聞きしましたら、もう本当に明神寺に行ってよかったと、ご信者さんみんながそう言ってるんだということなんですね。でこれは旦さんですから、ご訪問は報酬を同士、自房のご住職のご訪問長もなさってるわけですね。つまり明神寺の住職がどうのこうのっていうよりも、明神寺にお参りしてお会いしたご信者さんみんながとにかく素晴らしかったと、もう本当に温かい笑顔で温かい声をかけて迎えてくださったんだと、もうこれは見習わなきゃならんということで、もう夜の会議でも明神寺の旦さんの感動を伝えてるっていうことなんですよ。こんなにありがたいことはありません。例えば、報酬同士のお見送りでも拍手して送るなんていうのはもう明神寺オリジナルだと思うんですけども、今その前に報酬いただいた岡山明元寺でも、もう明神寺を見習って僕らもこうやるんだなんて言ってしてくれてる。もう本当にこれはありがたい。すべて、明神寺の盆祖へのご奉公をいただいたご信者の皆様のおかげだというふうに思います。もういくらいつも言ってますけども、いくらいいこと言ってても、いろんな権威とか、そんなものがあってもですね、お寺のご信者さん一人一人が暗い顔をしてたりね、してたらもうやっぱり良くないです。まあもちろん末法ですから、明神寺にもいろんな課題もたくさん、教区内部内班内いっぱいあると思いますけども、それでも、明神寺のご信者さんが明るくご奉公してくださっていることに、もう本当に心の奥底からありがたいと思っておりまして、御礼を申し上げます。本当にそれもこれも婦人会さんやっぱり、支えてくださってますんで、このことをご報告して御礼しようと思っておりました。本当にありがとうございます。そうした全国に、いい、なんというか輪を広げてくださっている明神寺のご奉公ですが、この前、今度は私たちも四国高知に行かせていただいて、これちょっと龍馬の桂浜の方にも行かせていただいたんですけども、その高知仏立寺でさせていただいたご訪問などもご紹介させていただきながら、今日は教養講座ご訪問拝見させていただきたいと思います。これは桂浜に立っている龍馬像でございまして、もうこれはもう僕はもう何度も何度も行きました。皆さん、私坂本龍馬研究家でもありますので、その龍馬研究家の私が高知に行くということだけでもこう大変な、歴史的なありがたいことでございまして、高知の仏立寺初めて報酬お同士をさせていただきましたけれども、やっぱり土佐の高知、龍馬の当地、土佐の高知の
お寺で報酬どうしようするっていうのはもうやっぱりね緊張もありました。鈴木お同士のご自望でもあるし緊張もありましたし感動もありました。何度も申しますが 森沢さん平石さんの生まれた聖地でございますんで高知は、はい、これはもうあの感動もいたしました。これ桂浜ね、桂浜ですよ皆さん。もう土佐の高知の桂浜といえば僕はね青春時代から何度も行きました。もうここで大学時代の仲間と一緒に、過ごしたこともありましたしいろんなことがあったんですが、はい、知ってます皆さん。これ音出るかな、出ないか、出ました。ちょっと皆さん聞いてみましょう。よさこい節でございます。これちょっとお坊さん的にはちょっとあんまり良くない。サンゴのかんざしをお坊さんが恋して播磨屋橋で買ったっていうことなんですよね。サンゴ あのかんざしもとても高価でいけないこと、はい、次。こんないつも歌って飲んでましたからね僕ら。はい、これが言いたかったんですよ。月の名所は桂浜、よさこい、よさこい、これが言いたかったわけで、月の名所の桂浜でダスンとビカスが記念写真、これが明神寺宝に今なってるわけですね。そして森沢さんと平石さんが多分歌ったでしょう。いつも南国土佐を後にしてですよ。はい、行きましょう。これもちょっと特別コーナー、婦人会教養講座ですからね。あ、ここから行っちゃったか。長いんだよな前奏がね。長いんですよこれね。30秒ぐらい前奏があるの。これやっぱ平石さん土佐を後にした後は歌ったですかこれ。森沢さん今日いる？森沢さんいないか。後で見せましょう。はい。南国土佐を後にして都へ来てから行くとせぞ。歌える人歌ってくださいね。こんなに長くこの曲を流すのは明神寺だけでございます。
しかもご訪問で。何が言いたいかというと、月の名所は桂浜ってことなんです。もうそれはもうそれはもう月の名所として有名な桂浜の岬に、月が浮かぶと。これで、我々はもうそれを魚に酒を飲む。もう開けば真正面は太平洋、志を大きく持たにはいかんぜよみたいな感じですよね。これがありがたいと。そして土佐の高知でいただいた街道上人のご教化が、照月に触るとすれど村雲の暇より盛るる影のさやけき。照月に触るとすれど村雲の暇より盛るる影のさやけき、というご教化をいただきました。3月冒頭の高知仏立寺でのお会式では、このご教化をいただいたんですね。お月様、そして雲を街道上人が惹かれてお読みになったご教化なんですが、何のことを言ってるかと言いますと、教えていただくかと言いますと、音質ということなんです。音質について。音質って言ったらもう、あだに妬みですから、とんでもない、まあ文字を見るだけで大変意味嫌うような嫌な言葉ですね。嫌なもんですよ。それを街道上人が惹かれて何を教えていただくのか。このご教化は、照る月に触るとすれど村雲の暇よりもるる影のさやき。さっき桂浜のお月様を見ましたけども、雲は一切ありませんでした。ところがこのお写真を見ると、満月の月に雲がもろもろっとこう群がり起こって、群がり起こる雲、あるいは一群の雲とも言います。村雲、群がり起こって月の光を隠すのだが、照る月というのは南無妙法蓮華経とお題目ご本尊のことである。村雲とは音質のことだ。暇より、あ、さやけき、ごめんなさい、暇というのは隙間、割れ目という意味ですね。さやけきというのは明るい美しい、こういう意味です。街道上人はこの、本当に歌人でおられますので、大変なこの風情とか趣をすべてご存知の方でございますけれども、満月も美しいんだが、照る月に、夜空に輝くお月様にその光を邪魔しようとすると、邪魔しようとして一群の雲がうわーっとこう起こってくる。でもよくよく見てみると、その邪魔された村雲の隙間から漏れ出る月の光が、今まで以上というか普通以上にすがすがしく清らかに澄んで輝いて見えるという意味なんですね。つまり雲がなく満月でばという以上に、ふっとこう邪魔をされながら輝く月はなお光って見える、美しい、趣がある、素晴らしいというご教化なんです。ですから、例えばよくことわざに月に村雲、花に風っていうことわざがあります。言葉があります。これはこのご教化に似てるようですけども、明月に雲はかかりやすく、満開の頃には強風が吹いて花を散らすもんだ、とかくいい時には邪魔が入りやすい、という意味なんですよ、このことわざは。月に村雲、花に風。まあいいお月様だなと思うと雲が邪魔しやがる、畜生とかね、ああ満開だと思ったら強風が吹いて花がバーッと散っちゃうとか、やだなと。いい時には
邪魔が入るもんだなということわざなんですけども、街道商人のご教科とはちょっと違いますよね。街道商人はやっぱりこのことわざでとどまってないですもん。そうやって邪魔が入るもんだけど、その邪魔こそが趣を増すじゃないかというご教科なんですね。まあ考えてみると、これは素晴らしいというか深い教えだと思います。皆さんもご信心をさせていただくって言ったら、もういろんなことがありますけれども、ご信心をさせていただく、正しいことをしてるのに邪魔が入る。なんでこんなこと言われなきゃいけないの、どうして私がこんな目に遭わなきゃいけないのと思うけど、恩質かえって利生を表すと。この街道商人の、ご指南のご教科の恩題がありまして、これが恩質、これすごく難しい字ですけどね、恩質かえって、この二文字でかえってって読みます。恩質かえって利生を表すと。嫌なことが恩質がかえって現象のご利益を表す。恩質が利生を表す。嫌だなと思った出来事が、それを乗り越えよう、うわっと思ったことによって現象のご利益に変わる。そんな大変な出来事が、意地悪が、あるいは事故が、トラブルが、アクシデントが、結果振り返ってみたらご利益になる。法華経の行者にとって、本門のお題目をいただくご信者さんにとったら、恩質すらご利益に変わるんですよ。だから何にもない、ね、信心してるから何にもないでしょ、もう気持ちいいです、ありがたいですで行くか、行けるんだけど、でもそれは満月が空に輝いてて、ああっていうぐらいで、そこに一群の雲がうわっと群がり起こって邪魔をするかのように見える時にこそ、光を増す、輝いて見える、そこにこそ本物の現象のご利益があるとお示しをいただくですね。これ恩質ということなんです。物流宗のご信心にとっての恩質、皆さんどうですか、どうお考えになるだろう。いいこと悪いこといっぱいありますけども、嫌なことが起きた時こそ、その受け止め方大丈夫ということですよね。ご信心してるからみんないい人でしょ、ご信心してるんだからみんないいことがあるはずじゃない。婦人会の中でも、壮年会でも、部内班内、教区内でも、いや考えてみると、でも大変なことが多いな、そういうふうになると思います。でもその大変な中にこそご利益があると気づいていただきたい、教えていただいてるんですよということですね。これなんで四国で拝見したか、これ四国物流寺で今回の壇さんの記念写真なんですけども、鈴木お堂氏がおられまして、鈴木お堂氏のご奉公っていうのは、やっぱり歴史の中でも大変なところに行っておられたので、ブラジルももう大変な時に教区長として赴任されて、で今回も、まあ、僕海外部長だったですけど、すごく大変な時に行ってもらったですね。でそれが結局ご利益に変わるか、もう大変なんですけども、相変わらずでもご利益に変わるんだと。鈴木お堂氏、これ、1年半前の、ブラジル日教寺のご奉公、上棟式、もう移転のご奉公の、上棟式、ごめんなさい、自鎮式のご奉公でのこれご挨拶のお写真なんですけども、日教寺の移転についてはこの前も少し触れましたけれども、お寺の中が大変なやっぱり雰囲気になりました。日教寺の本堂移転というのは、まあもちろん私も海外部長になってもその月に、海外部長になってから2週間経たないぐらいで、もうこのご奉公の大きな問題に直面しまして、ブラジルへの出張もすぐさせていただいたんですけれども、
サンパウロ市の法令では何百人以上集まったところにはエレベーターが何基以上立たなければならないとか、あるいはその横の道路がもうボロボロになっていて建て替えてくださいとか、あるいはもう近隣が昔はスラム街みたいに何にもなかったところなんですが超高層高級マンションに全部囲まれて朝三経から法要から何から何までやるとすぐに苦情が来るとか、もう場所的にも耐久的にもあるいは環境的な法制からしても、まあ、なんというかお年寄りに優しい、体のご不自由な方に優しいためにもバリアフリーにしなきゃいけない、全部そのままで建て替えるともうまたそこで何十億円もかかりまして、もう到底誤字ができない、移転して新しいお寺を建てるしかないというようなことになったんですが、お寺の中でもう本当に訴訟問題も起こりまして、ご信者さん同士がこう訴え合うとかね、そういうもう大変な出来事にまで、至ってしまって、これは収まらない、まあ、もちろん私も行ってご奉公させていただいて、みんなでブラジルの教皇、ご新人ご法然におすがりして頑張ろうということで、方向を見出したんですけども、抑えの切り札として鈴木お堂氏にお出ましをいただいたというようなことでございまして、晴れてこの姿なんですよ。もうあんまりそんなのニュースで言うことでもないけども、いろんなことを乗り越えて乗り越えて乗り越えた上のこの日教寺本堂でのもうみんなが一つになった姿だったんですね。でそのご奉公の姿を見てても鈴木お堂氏のいつも、苦難困難を恐れずにそこでこそお釈迦をして現象のご利益に変えていくんだということがやっぱり教えていただいていることだなと、私はそのように教えていただきましたと、高知仏立寺でお話をさせていただきました。この写真はちょうど50年前の写真でございまして、このここに座っておられるのは鈴木お堂氏なんですね。50年前の今の日教寺の地鎮式上棟式も鈴木お堂氏がなさった。その時も苦労があった苦難があったんですよ、それを乗り越え乗り越えて、ご利益に変えてきたんだから今回もできるはずだ、みんな苦難困難に負けてはダメだよということを教えていただいてる。でこの今の写真の中に、コレイヤお堂氏がいるんですよ、いたんです。左の奥にちっちゃな小学生がいるんですけども、その小学生がコレイヤお堂氏なんですよ。得度したてのコレイヤお堂氏が日教寺のこの法要に出てたんです。ズームアップ、これこれがこれ、はい、この一番左側で合唱しているのがコレイヤお堂氏のお姿なんですね。で乗り越え乗り越えて、今はこのちっちゃな小学生がブラジルの今の教区長。今でもブラジルはさまざまな課題があります、問題があります、それを教区長としてこの時のご苦労も思い出しながらみんなに苦労困難嫌なことも乗り越えて一つになって痛い同心になって乗り越えていこうじゃありませんかとリーダー旗振りをしておられる。で今回荒井お堂氏が行かれて上棟式が行われました。ちょっとそのビデオも見ていただきたいと思います。これは日教寺の大屋根を移動させると、これは今古い日教寺なんですね。で古い日教寺の大きな屋根を2トントラック3台を使って運ぶという、ご奉公をしています。わずか1キロちょっとの距離なんですけども4時間ぐらいで、誰も助けてくれないので自分たちで電線を持ち上げるという、これ分かりますかね、木に引っかかったりしてるのを自分たちで押し上げたり持ち上げて通っていくんだそうなんです。日本じゃ絶対許されないなと思うんですけども、2トン車で大屋根をこうやって運ぶという大変なご報告。これ新しい日教寺の方です。今の日教寺は総工費18億円かけて建立されております。
その支援もずっとこれまで海外部を行ってまいりましたけれども、来年のこれで僕は10月で終わりなんですが、来年の5月にご交友殉教で新しいブラジル中央寺院日教寺が設立されるということでございます。で、今工事が順々に進んでおりまして、地下駐車場が全部できました。地下駐車場ですよ、70台ぐらいが止められる駐車場もできます。間違いなくブラジル仏教寺院、日本仏教のお寺の中ではナンバーワン、さすが本門仏隆宗という、中央寺院になるというふうに思います。この大屋根を吊り上げて本堂に設置するというご方向ですね。これがこの中央寺院のシンボルになることは間違いないでしょう。裏側は近代的な建物になりますが、やはりここは日本の本門仏隆宗の、日本のというか国際的な仏教なんですけども、日本の本門仏隆宗のお祖様の教えを受け継ぐお寺なんだということが、もう大屋根を見たら分かるだろうということでございまして、はい、これはブラジルの中央、ブラジル仏隆聖地ですね。池があって、そこで歓迎会があって、ということでございます。これ今新井宗務総長がお出ましいただきましたんで、ブラジル日教寺が今建設中の間は、日教寺の本堂のご本尊ご尊像をこの仏隆聖地にご遷座をさせていただいて、みんなで御事をするということになっております。日教寺の新しい本堂ができるまではここに本堂を護持するということですね。で、こちらは平和の鐘でブラジルのこの聖地に広島から3つだけ分け与えていただいた平和の鐘というのを設置安置しております。で、日教寺の本堂のご本尊ご尊像がご遷座できましたので、ご先座の御礼のお勘金の一座を報酬していただいたということです。本当に、いがみ合うというか、もう私たちには想像もつかないぐらい大変な対立や問題があったのを乗り越えてようやくここまで来たと、それもいろんな意見を持っておられる方がいることも全てご利益、お計らいに変えて今日を迎えたということですね、はい。で、上棟式に向かうということでございまして、上棟式というのは日本的な法要ですけども、新しい、本堂の今先ほど設置された大屋根の裏側に、50年前それこそご交友や宗務総長が全て名前を書かれた胸上げご本尊様がありまして、その胸上げご本尊様に新たに今頑張って日教寺の新しい本堂を建立している人たちの名前を刻んで建立をさせていただくと。これもちょっと大雨が、雨季なんですけども、大雨が降って水はけをみんなで一生懸命会場作りを青年会中心にしているというような姿です。大きな、本当に大きなお寺になると思います。で、そしてもちろん日系1世2世3世、もう今は6世までいますけども、いろんな方々がお参りをなさって、150人ぐらいだったところを制限したんですけども、360人ぐらいお参りがあったということで、ございます。もう入りきらないぐらいの方々がお参りをなさって、上棟式が行われたということでございました。大勢の、もう本当にびっくりするぐらい、本当日本から一番離れたお寺で、国でこれだけの本門仏隆宗のご信者さんがおられるということだけでも大変にありがたい。ここが本堂の大屋根の裏側でございまして、そちらに今胸上げご本尊をお上げするというご方向ですね。行動を組んで、
新井総長に危ないので下でお待ちいただいてもいいですよというふうにお話ししたようですけども、みんなが、あの新井総長がもう私も上まで上がるということで、この、まあ、工事現場のすごく危ないあの仮設の階段なんですけども、この仮の階段を上がっていただいて棟上げご本尊を、ご法案いただいたということでございます。まあ、ですからブラジルに行ってこの大屋根を見たらこの屋根の裏側には棟上げご本尊が法案されてるんだなということを感じていただいたらありがたいですし、もちろんその向こう側にはね大変な対立苦難困難乗り越えてご奉公なさったんだなということを感じていただければありがたいということでございます。さあ皆さん、あのちょっと長いビデオを見ていただきましたけども、ブラジルのビデオね、本当にあの嫌なこと大変なことがご利益に変わる、温室かえって利生を表すと、このことを胸に刻んでいただきたいと、この教えを教養会、今月の婦人会教養会ではしっかりと覚えて帰っていただきたいと思います。もう一つだけ言わせていただくならば、この前結婚式がありました、相模原妙源寺の浜田源氏氏と、妙心寺の青年会だった小原香織ちゃんが結婚いたしました、香織ちゃんのこのまあ花嫁姿もものすごく美しかったですね。で、もうあの結婚式の報酬同士もさせていただきながらもう涙だったんですけれども、披露宴に出席させていただいても涙涙でした。一番は涙が出たのはこの最後の披露宴の最後に、妹の栄ちゃんが出てって、アキラの写真を手にして3人でそのバージンロードというかあの真ん中の絨毯を後ろの方まで下がっていく姿がありまして、本当にもう僕はもうあの何とも言えない気持ちになって、もうおえつするように泣きました。もう本当に、というのは9年前のやっぱりアキラが亡くなった時のことを考えたら、まあ、昨日もそう、あの斉藤由美さんの質問にあったんで、なんであんなにご住職泣いてたんですかって聞かれて、あの聞いてみようなんてみんなで言ってたっていうのでお話したんですけど、僕本当にね、あのこのアキラが亡くなったような時はもう死んで詫びようと思ってたんですよ、ご両親に対しても。まあ、なんだご利益だなんだかって言ったって、一人息子が亡くなってるわけですから、これはもうお父さんお母さんに対して申し訳が立たんと、もう死んで詫びる以外ないんじゃないかなと思ったぐらい思ってたんですね。これはもう本当に、まあ、これあの時の小原お同士お母さん、あ小原お同士の上が香織ちゃん、この時僕初めて会ったんですよ、香織ちゃんお母さん栄ちゃんです。これ3人並んでるのはお葬式の時に、ネパールのサムンドラデビー学校での、法要ですね、駆けつけてくれた3人ありがとうございます。もうその時に香織ちゃんは東京に出てきててお寺を離れてパティシエとしての修行を夢見て生活をなさってました。まだ栄は高校生でした、まだ学生でね、まあ、その後の本当にいろんなご奉公があって、青森にも行って家族ご家族みんなで話し合いをしながら、いろんな日があって、結局香織ちゃんが妙心寺に来てくれたり、栄が学校も頑張ってで入学して妙心寺に来てくれたりしましてね、で、この日を迎えた。ラブストーリーは突然にっていう音楽が流れまして、8年前か7年前かに妙心寺の境内であの2人は出会ったんですって。で香織ちゃんがこう歩いてて前から源氏氏がすれ違って、あの可愛い子は一体何だと、誰だと思って、そこから一目惚れをして結婚したんだそうなんですね。で僕はまあ死んで詫びようと思ったっていうのもそうですけども、ご両親の姿を見て泣けてたんですよ。こんなことは起きない、あんなに
大変な出来事が、あのことがでもなかったら、きっと香織ちゃんがお京務さんの奥さんになるなんてことはもう絶対にない。栄ちゃんだってそうかもしれない。本当に大変な出来事をご利益に変えてくれたあのご家族、そしてご両親、ご両親のお父さんの姿を特に見ても泣けて泣けて仕方がなかったんです。どんなお気持ちだろうと思って、でも今日を迎えられたことが大変ありがたい。ご新人には苦労、苦難、困難がつきものですけども、これちなみに明が亡くなった時の近くに写真撮った、これビカスがいるんですよ、この中に。ビカス、この中のこれなんですよ、ビカス。はい、これが9年前です。9年前のビカスです。で、あれですけども、そんなことがありました。これも高知の仏立寺でご紹介しましたけども、これは先住の遺言ですね。先住が私のために書いておられた、亡くなった後に見つけたメモ書きです。何度もご披露してますけども、私は京都に生まれ長松の姓を継ぎ、本門仏立宗の姓統を継ぐ器になりうるか否かを悩みまま、死たたが得度して長松清純であります。いかなる苦難を乗り越えなくては末法のご愚痛はさせていただけませんと教えいただくものであります。先住が、もう誤字脱字があるのは、もう多分本当に先住は意識がもう亡くなる直前ですから、最後の入院の時に多分書かれたので、もうぼーっとなさりながら書いたんでしょう。バカ息子にどうやって仏立信心を教えるか、どんな苦難困難も乗り越えなければご愚痛はできない、つまり苦難困難を避けて、嫌なことがあったら逃げる、落ち込む、やる気なくす、こんなんじゃダメなんだと、あって当たり前、それを乗り越えてこそご愚痛だということを教えていただいているのが先住だなと。これが仏立の魂だなと。海道上人のご指南をいただくと、菩薩は人を助くるがお好みなり、ゆえに温室難等を祝いのためと喜ぶ、うんぬん、かようにお示しです。菩薩は人助けがお好みですから、大好きですから、だから温室、嫌なこと、大変なこと、それをご法様のためだと思って喜ぶ人なんです。ウェルカムなんだと。よっしゃ、今だ、頑張るぞ、なんだということですね。また別のご指南は、恩質を受けて厭わず、神妙を捨て広むるを慈悲菩薩行とす、うんぬん、かようにお示して。恩質を受けて、やだ、もうやめた、逃げます、やめます、下がらせていただきます、こんなのはおかしいよと。それが仏立信心じゃないんだと。そこを乗り越えて広むるをご奉公させていただくのを慈悲の菩薩行というんですよ。仏立魂のことですけども、こうした南国土佐を後にしての歌をあんなに長く聞いたのに、今日のご訪問は音質仏立魂、ぜひ、私たちのご新人、もちろんその本当にありがたい、ありえないご利益があるんですけども、その前にはちょっと嫌なことがあるかもしれません。それを乗り越えてこそ本物のご利益が現れるよ。音質変えて理性を表す、どうかそのことを胸にご新人をさせていただきましょう。本日の教養講座のご法話、ご教化いただきますと、照る月に触るとすれど村雲の、暇よりもるる影のさやけき。桂浜だけではなく、お月様が出るたびにこのご教化を思い出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本門八本所見上行所伝本人下手の南無妙法蓮華経。